週至る10から1986年8月29日は中華民国の軍人、政治家。原名は桃福。石膏省大衆臨海賢人。最終階級は陸軍一級上昇。衆東んの子。早くに父を亡くし、母親の甲府人に育てられる。私塾から石膏省立第6中学に入学。 在学中は陸友などの私文に親しんだ。1919年、ホテ陸軍軍艦学校発揮不評加入学。同期の鎮西、ラ・タクエと義兄弟のちぎりを結ぶ。1922年卒業後は、石膏第二市見習い館を経て、会長、連長、1924年頃に国民革命軍に入り、候補軍艦学校の閉学教官になったとされる。ただし、 1926年の第四期教員名簿の中に、高科大隊南大隊大夫として名前が出るのみで、それ以前の経歴は不明点が多い。中央軍内部では、義兄・陳西と共に土木系と呼ばれる派閥を形成。彼の部下として、北伐、国境内戦に参加。やがて、中国国内での航空戦力の必要性に、伴い海外に留学し空軍教育を視察。 帰国後中央航空学校校長に任ぜられる。クレイトン・ビッセル順将、総ビレーと腕を組んで米軍パイロットと移る州、イタル・ヤワラ。1942年4月18日1936年、航空委員会主任。日中戦争勃発後は、第二次上海事変において、第2、第5大隊を中心とした爆撃機、戦闘機部隊の空爆による、 上海中流部隊の殲滅及び第四大隊を中心とした戦闘機部隊による日本海軍都洋爆撃部隊の迎撃を指揮。都洋爆撃部隊の迎撃は一定の成功を収めたが、一方の上海爆撃では悪天候の中爆撃を強行したことや、官邸爆撃のノウハウが確立されていなかったこともあり、疎開内の民間人を多数巻き添えにする失態を犯した。 翌年、航空委員会秘書長、総備霊との空軍の主導権争いに敗れ将、海石の側近である、ゼニ大人氏に主任の座を譲ったが、39年に、ゼニ大人氏が失脚すると再度主任に復帰。大戦前期にわたり、中国空軍の葬式を取った。終戦後の1945年9月16日、香港での日本軍幸福庁員式に、 空軍代表として出席。1946年、中国空軍は正式に独立し、航空委員会は空軍総司令部に改編されると、州は初代空軍総司令に就任した。第二次国境内戦では1949年4月10日、谷口に至る、同年軍主力と共に台湾に逃れる。1950年3月、 参謀総長に就任。後空軍副司令も国初の汚職事件に巻き込まれるが、最終的に潔白が証明された。1954年7月、国防会議秘書長。1957年、第6代台湾省政府主席となり、任期中に新築会保身記事の開発に携わる。また、台湾省保安司令部司令兼任。その後も、 総統府参軍長、国家建設計画委員会主任委員など政府、党の要職を務める傍ら、スポーツの発展にも寄与した。1986年8月29日、台北市内の三軍総委員にて死去。去年88。コッツツボは、アメリカ合衆国ニューヨークハイドパーク付近の、総言寺内にあり、第412飛行団隊長テックス、 ヒル大佐ら米軍軍人と、左はアラン・ベネット大佐か、1944年、ケイリン。ありがとうございます。